G20 に向け中国の外交トップと友好をアピールしました。日中新時代を共に築き上げていきたいと思います。我们两国关系不仅已经走上了正轨，而且将继续朝着健康稳定方向。安倍総理大臣は中国で外交を統括する楊潔チ政治局委員と会談しました。来月末の G20 大阪サミットで習近平主席の初訪日に向けた最終調整や北朝鮮問題などについて話し合ったとみられます。これに先立ち楊氏は河野外務大臣や谷地国家安全保障局長とも会談しました。